はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員楠田良でございます。ビッグ王様ご支援ありがとうございました。政治郎様ホスティングボランティアお申し出ありがとうございました。イクオ様、何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。政治郎様は、今現在30人ほどお申し出くださっているポスティングボランティアご参加ありがとうございました。早速チラシを送らせていただきますので、ご自宅近くに東京都内に、ポスティングなさってください。よろしくお願いいたします。支部長もですね、ポスティングに動いて、くれておるんですけれども、まあ私といえばですね、見てわかる通り、ちょっと顎の骨の手術しましたんで、それの糸抜き抜歯がですね、今週末でまだ腫れてて、ちょっと左のこめかみ痛いんですよ、めちゃくちゃ。一日鎮痛剤飲みまくって今は過ごしております。早く腫れが引いて喋り方もおかしくなってからね、あと食いづらい大口開けると痛いもんだから、ハンバーガーとか食えない。今はもっぱら麺類すすって、暮らしております。引き続きご支援ポスティングボランティア様、メール当院様、こちらはですね、ほぼ毎日届く、メールマガジンをご購読くださりですね、日本改革党をご支援ください。よろしくお願いします。月額990円なんですけれども、結構なお値段以上の内容であると自負しております。皆様よろしくお願いいたします。東京地区支部長も大募集であります。動画説明欄もっと見る、もしくは私のツイッターからご応募ください。戸籍謄本公開すっから、蓮舫に嫌がらせするために、思ってたんですけれども、父方のですね、靴沢の方のお名前がですね、まあ父親が佐太郎、祖父が栄七、靴沢栄七ね、その上が文次郎、その上が文吉、その上が文太郎であることが分かりました。私の先祖は分かっているところで、靴沢文太郎って方が、一番ですね、古い、その前は江戸時代で戸籍ない頃ですから分かんないと、こんな感じになっております。活動家のニート無能らが AV 産業そのものを目の敵にするのはですね、まあ、こんな感じで AV 新報ハンターアイなんて新宿アルタ前で集会やったりなんかしてね、AV の充実で風俗が暇になるからではないかというご意見いただきました。そっか、AV で満足しちゃって風俗に行かなくなっちゃうと、上がったりなのかこいつらはなんていうですね、横の国から少なくとも5万人以上のお嬢様がですね日本に出稼ぎに来てるそうでまあ一理あるな。横の国にとってはですね、国家事業とも呼べなくもないですね、お嬢様の輸出産業ですか。なんか観光ビザ3ヶ月のそれで来て働いて3ヶ月が来る前に1回帰って横の国にでまた来る、そういう話も聞いております。最新の NHK 経営資料から2022年1月2月3月の3ヶ月間で集金人の態度や説明不足、受信料額や受信料制度そのものに対する苦情が約2000件あったと、そんなようなデータが公表されておりました。さすが苦情件数日本一の座を何十年も守り続けている迷惑組織だなぁ、立派だなぁ。ひょっとすると世界一かもしれないですね。3ヶ月間で苦情2000件、これだけじゃないんですよ。番組内容に対する苦情っていうのも、追加されますから、NHK は世界一苦情の多い組織じゃないかな、私は思いますけれども、子孫のために潰さないといけませんよね。子孫何十年か経って私たちが誰もいなくなった時に、今までみたいに NHK が元気いっぱいやりたい放題、集金人が夜ピンポンしてなんていう状況になったら大変ですから、
あの時のおっさんはだらしないって怒られますから、子孫に潰さないといけないなと思っております。いつも信者向けの変なこと言ってる C 和夫なんですけども、戦乱で資源高騰による円安もアベノミクスのせいと言い出すとこれ小麦とか大豆とか石油とかが先行き不安でね上がっちゃってですね、その結果円安になっている。日本が得意なものってやっぱりエレクトロニクスとか車とか電子機器であるとか、そういうですね、ハイテクなものが多いではないでしょうか。でそれが欲しいので一旦円に変えてそれを買うっていう動きが弱まってる今、それよりもまず石油の確保だ、小麦だ大豆だってなってるんで、まあそういう分野は日本は弱いですから、日本の作ったものを皆が欲しがらないと円安になるという理屈ですね。それで円安になってるんだと思いますけれども、日銀に安倍元総理が金融緩和させたのが円安の原因であると、言いたいらしいんですけど、っていうかそう言い切ってますけど、まあ輸入品高騰でね、格差拡大、物価が高くて生活が苦しいとかもほざいてますけど、国産品買うって選択肢はこいつらにはねえのかな、なんでかんで輸入品じゃなくちゃダメでって俺ら言ってないですけどね、輸入品高くて物価が高い、いいんだよ国産の大豆とか国産の小麦とか、採算取れそうだから増産すっかって、なんだからさ国内の産業が振るうようなんだから円安はいいんだよな。ネットの話です。物価高はコロナと戦争の影響だろ、円安も安倍のせいだ。円安に安倍関係あるかね。これが安倍側のか、まだや安倍側やってんのか、こいつらどんだけ好きなんだ。資源や小麦の値上がりは安倍関係ない。左翼に永遠ダメージを与えるアベノミクス。 C っていくら議席減らしても責任取らないよね。これは痛いとこ疲れたな。試験ですけど、とりあえず安倍のせいだやってたら、うんうんって言ってくれる人が一定数いるもんだから、それしかやってこねがった。手慣れた言い草つい言ってしまう、つうかそれ以外考えんのめんどくせえってなって、未だに安倍が言ってるのかな。どう考えても戦乱が原因でですね、先行き不安、資源と食料の高騰で円安なの、これも安倍のせいと、輸入品が高ければ国産品買えっつうのこの野郎、信者こんなめちゃくちゃでもですね、なるほど騙されるから、まあ C 和夫の立場は大丈夫ですよね。まあ何言ったってもいい。赤旗にもですね、膨れ上がった聴衆から盛んな拍手と歓声が送られました。また C 氏の訴えに若者をはじめ通行人が足を止め、熱心に耳を傾ける姿が目立ちました。通行人は C のバカ野郎は何おかしなこと言ってんのかなって言って耳傾けたんじゃないんですか、監視のために。気持ち悪い自画自賛乗ってますけど、なんかソ連っぽい。さらには参院選でいくら落選して議席減らしても C 数は責任取ったことないから、まあ代表は安泰ですと。いやー王様みたいで羨ましいですな、立場的にな、頭おかしい党員が20万人ぐらいいればですね、今現在まあ20万人いないとも言われてますけど、まあ最新の3、4年前の数字が20万人ぐらいって話でしたけど、そのぐらいいれば不破鉄道みたいにですね、小学校よりでかい豪邸に住めんですよね。富士の目覚まし8がですね、山梨道志村の、人骨発見で失踪女児の母親のところに夜中11時半に突撃、大品縮を買う、もう鬼畜の所業ですね。本当に全員消えてなくなればいいのにな、フジテレビな。ネットの話です。夜11時半ってマジか。マスゴミと呼ばれるテレビの中でも富士は別格でひどい。阪神大震災の時は毛皮コート着たアナが現地から放送していた被害者に対する嫌がらせ、富士は倒産するまで変わらんだろうね。散々批判されても改善しないわけだから言うだけ無駄。
事故で足をなくした子供にもうサッカーできないねって聞いてたのも不自由、嫌だから見ないと、1万人の抗議デモを業界仲間と完全無視したような不自由ですんで全く驚きませんけど、まあ、悲嘆の母にですね夜中11時半に突撃来てひどすぎますね、そんなやつ来たらすぐ不審者で110番通報すべきですよね、2011年当時はですねなんとか態度を改めてもらいたいっていう思いでですねみんな集まって抗議デモになったんですけど、まあ今ではですね藤永どうでもええや治りゃしねえんだっぺん、どうでもええわんなとこ嫌だから見ないというふうな感じになってまいりました。お金なくて社屋の見えないところがボロボロなんだけど直せないらしいであります、私はあの社屋、お台場のあのフジテレビの社屋はパチンコのステマじゃないかって思っています。あれの画像や映像を見るとなんかパチンコがやりたくなるみたいなそういうステマじゃないか、テレビが喪主を直撃したりこうした鬼畜な諸業をするのはですねまあ何回も言いますけど日本人の不幸が大好きだからですね、不幸な日本人をさらにいじめたいからですね、NHK と民放にはもはや日本人は一人もいません。嘘だっつんだったら証拠揃えて反論してみせろこの私の、日本人いねえべ一人もっていう論にね、それにはですね気化情報もちゃんとつけろよ、今は日本人でございって書いてあるけど、気化してるやつもいっかもしんねやね、日本国籍以外持ってるやつもゴロゴロしてんだろどうせ20、30、40国籍のやつもいっぺんいいんだろどうせ、テレビ局の社員や、って、私は思っております。日米首脳会談後の共同記者会見で岸田総理防衛費増額防衛力を抜本的に強化していく決意を表明したと、東京新聞が早速ですね周辺国を刺激して軍拡の口実を与えるな日本人は黙って殺されてろっていういつもの主張をしておりました。ネットの反応です。こっちが何でもせんでも、軍拡してるぞこんな記事でお金もらえるなんて羨ましい。中国ロシアで9条を布教してきたら周辺国の動きを常に素早く察知する東京新聞。まあ仲間ですからね。泥棒側は鍵がかかってない家に入るんだよ。有事に備えて何か問題でも。防衛力を強化すれば他国が攻めてくるとはおかしな論理。安定と信頼の東京新聞と。まあ周辺国を刺激するな。際限のない軍拡競争に引きずり込まれるな。過去の侵略を反省しろ。などなどはですね中国共産党韓国政府日本共産党社民立憲の一部などと同じ、つまり日本と日本人の敵どもの主張がこちらでありますね。ついでに朝日も毎日も一緒なんですけど多様性って言いながら全く多様性なく一律な連中なんですね主張がね、上に習うからそういうことになるんでしょうけどこいつらは総じてですね日本は他国が侵略してほしい、もっと具体的に言うんだったらば人民軍にっていう願う連中でして平和活動と称して防衛妨害活動ばっかしてんのね、オスプレイ導入反対であるとか自衛隊訓練反対であるとかね私はこいつらはですね外観誘致主義者と名付けております。そういえば共産党が赤旗で多様性の統一なんていう摩訶不思議な言葉生み出してましたけれども9条は平和憲法なんかでは全然ありません。日本人は抵抗せず黙って殺されてるっていう大悪法ですよ。立候補する予定の参院選、東京選挙区でこれ散々あちこちで言いまくってきたいと思います。騙されてますよあんたら、テレビしか見ねえ人騙されてますよ、散々言ってこようと思ってます。9条で平和になるなら世界中で採用されてるはずだっぺ、これを採用しねえでどこのバカが高い軍事費払うんだよ、いう感じですね。本当に9条が9条で平和なんだろうね、つまり連中は嘘つきと、東京新聞読者は喜んでこんなバーな記事読むんでしょうけど全く救いようないですね、同じね60歳以上でも、まあ、新聞撮ってるような人は60歳以上、が多いと
50代でもなかなかいないっていう話ですから、同じ60歳以上の方でもですね、靴沢のこの動画見て毎日知識を増やしているエリートの皆様とは大違いですよ。長年の思考停止でですね、まあ東京新聞なんか読んでる人ね、連中の脳みそつるんつるんなってんだねえかな、私は思いますけれどもね、皆様の脳みそはしわ深いでしょうけれどもね、そういうわけで、ポスボラさん大募集、メール党員様大募集であります。よろしくお願いします。デトックスジャパン。